ハンス・クリスティアン・エルステッド、ハンス・クリスティアン・エルステッド、ハンス・クリスチャン・アーステッド、1777年8月14日から1851年3月9日は、デンマークの物理学者、科学者である。電流ガジバを形成することを発見し、電磁気学の基礎を築いた。カント哲学の信奉者であり、19世紀後半の科学の方向性を決定づけた一人である。 1824年、セルスカベット・フォーネ・イチャーレ・レンズ・ドブラデルスすなわち、自然科学普及協会を創設。やデンマーク特許庁などの組織の前身となった団体の創設にも関わった。また、思考実験という観念を明確に述べた最初の近代人でもある。いわゆるデンマーク王本時代のリーダーの一人とされ、ハンス・クリスチャン・アンデルセンとは親友だった。 弟のアナス・エルステッドは政治家となり1853年から1854年までデンマーク首相を務めた。彼の名はジバの CGS ・タン・イエルステッドとして残っているランゲラン島のルードコービングに生まれた。父は薬局を営んでおり、父の仕事を手伝いながら科学への興味を育んだ。教育そのものはほとんど独学であり、1796年に コッペンハーゲンに行き、コッペンハーゲン大学の入学試験を受け、飛び抜けた優秀さで入学した。1796年には、美学と物理学の論文が賞を受賞している。1799年、イマヌエル・カントの哲学を扱った論文イザ、アーキテクター・ニックス・オブ・ナチュラル・メタフィジックスで、博士号を取得した。1801年、エルステッドは、 奨学金と助成金を得た。そこで3年かけてヨーロッパ各地を巡る旅をしている。ドイツでは電気と磁気には関係があると信じている物理学者ヨハンビルヘルムッターと出会った。エルステッドはそれ以前からカント哲学流の自然の単一性や自然現象の間の深い関連を信じていたため、リッターの考えは納得できるものだった。 リッターとの対話からエルステッドは物理学の研究に入っていく。1806年コペンハーゲン大学の物理学教授になり、電流や音響についての研究を進めた。エルステッドの指揮のもとで、同大学では物理学と科学の総合的な教育プログラムを作り、新たな研究室も創設した。1820年4月21日、 講義中に実験器具をいじっていたエルステッドは、電池のスイッチを入れたり切ったりするとそばに置いた、方位自身が北でない方角を指すことに気づいた。これが電気と磁気の直接的関係を示す、最初の証拠となった。当初彼は、導線に電流が流れるとき、光や熱のように磁気的効果が、導線の周囲に放射されると解釈した。その3ヶ月後により集中的な研究を開始し、 間もなく電流の流れる動線の周囲に円形の磁場が形成されるという発見を公表した。この発見は単なる幸運というわけではなく、エルステッドは数年前から電気と磁気の関係を示す証拠を探していた。その現象の特殊な対称性が発見を遅らせた一因とも言える。電流の磁気作用の発見については、イタリアのジャンドメニコロマリオージが1802年に発見したことが、 イタリアの新聞に報じられた。ロマニョージの実験は、電流ではなく、ボルタ電池の電気を蓄えた、静電気と方位自身の関係を示したものだった。しかしロマニョージは、科学者ではなかったため、その報道は科学界から見過ごされてしまった。エルステッドはこの現象について、十分な説明や、数学的な解析を行わなかったが、彼の実験のレポートが、 アンペールらによる電磁気学の発展のきっかけとなった。1822年、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。科学の分野では1825年に初めてアルミニウムの分離に成功したアルミナから合成した塩化物をカリウムアマルガムで還元してアルミニウムを分離した。それ以前にアルミニウムと鉄の合金は ハンフリー・デイビーが作っていた。1829年、エルステッドは DEN ・パリートナイズ・クリーリアンスタウルトという学校を創設し、それが後にデンマーク工科大学となった。1851年、コペンハーゲンで死去。市内の墓地に埋葬された。彼の名はジバの CGS ・タン・エルステッドとして残っている。 一応え79.577アンペアマイメートルである。また、彼の肖像は、デンマークの900クローネ紙幣に描かれていた、1950年から1970年まで。コッペンハーゲン大学には、エルステッドの名を冠した建物がある。1999年に打ち上げられた、デンマーク発の人工衛星は、エルステッドと名付けられた。 エルステッドの名を冠した賞は二つある。一つは、アメリカ合衆国の物理教師協会が、物理教育に貢献したものを表彰すで、もう一つは、エルステッド自身が創設した、セルスカベット・フォー・ネイチャー・レレンズ・ドブラデルス、自然科学普及協会が、デンマークの科学者を表彰するである。エルステッドは、詩人でもあり、詩集を出版している。ラフキベットと題した詩集は、 同僚の物理学者の気球実験とマジシャンに着想を得て書かれたものである。死の直前、エルステッドはザ・ソウル・オブ・ネイチャーと題して、それまでの論文をまとめた本の出版を準備していた。この本は、エルステッドの哲学や様々な問題についての見方を示したものとなっていた楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。